ご紹介なんですが、これ今デフォルトの大きさで、このようにご自分の関心のある領域をズームアップしてご覧いただくことができます。それから検索というのは、さまざまなネットワークの図の裏側に XML ファイルができますので、例えばカイネスキナーゼということで検索していただくと、そこからプロテインの名前が出てきて、この一番右側に該当する図の番号が出てきますので、このように、各課題を略引きする、あるいは横断的に検索するということが、このセルイラストレーターの図を使ってセルイラストレーター5を使って可能になります。で、現在基本的生命、医薬、職員環境と35課題について一応、図がファイルができておりますが、これは各課題の先生方のにお目通しいただいた後に公開したいというふうに思っております。2番目にご紹介する商材システムは、オンデマンド解析のに分類しておりますけれども、複合体の解析ということで、これはお茶の水大学の岩先生、九州大学の東先生、長浜バイオ大学の塩流先生が技術を開発されてきて、今統合システムとしてご提供なさろうとしているものであります。で、入力はこのシステムに対する入力は立体構造1個とアミノ酸配列1本または立体構造2個またはアミノ酸配列2本の入力といたしまして、結果的には複合体の構造を予測するというシステムであります。で、アミノ酸配列が与えられた場合には高精度なアライメントと高精度なホロジンモデリングを使って構造を作るということになります。で、現在それぞれの高精度アライメント、高精度モデリング、タンパク質界面予測、ドメイン界面予測の部品がそれぞれのサイトで、先生方の機関で動いておりまして、来年度には統合システムとして情報プラットフォームからも公開いたしますので、ご利用いただけるものと思います。3番目の、これから公開するシステムはタンパク質化合物相互作用データベースでございまして、今ご覧になっている図は化合物データベースを、規模でありますとか、規模でありますか、特定の目的であるとかいう軸と、計算によるものか、文献からキュレーションしたデータを抽出したものか、スクリーニングの実験の結果かという形での軸に、プロットしたものです。で、情報プラットフォームのタンパク質化合物相互作用データベース、このうちではパブクムと CTD とドラッグバンクを使っております。で、現在、タンパク質の何らかの名称でありますとか、ユニプロットの ID でご入力していただきますと、該当するタンパク質の一覧が表示されて、それに対してこの外部の、3つの化合物データベースとユニプロットアントレを参照した結果をこのような表の形で表示するということができるようになっておりますので、これももう少しデータを精査した上で公開しようと思っております。で、最後に、その伝えるということに関して、誰がでは情報などを担当しているかということでありますが、国立遺伝学研究所、生命情報倫理研究研究センター、大阪大学タンパク質研究所、地質政策情報中央研究所、東京大学大学院農学生命科学研究科の4機関がこれまでは担当してきております。で、東京大学は事務局として機能しております。それからここにお名前入っておりませんけれども、非常に重要な人物が、この借地条理的に業務実施者という中に含まれておりますが、石川さんが事務局で活躍されております。それから、後半でご紹介しましたタンパク質の複合体構造というのは、これまで固い2でこの3世代のグループで開発されてきております。だから来年度はこれらのこの全部の課題が融合して情報プラットフォームということで研究開発およびサービスを行います。で、ここまでで情報プラットフォームの作り手からご紹介したわけですが、本当に伝わっているのかというのですね、この辺に亀裂が入っているんですけれどもという心配があります。で、この私の講演終了後をポスターセッションがありますが、そこでオンラインでも行っておりますので、ぜひそこにお立ち寄りいただいて、口頭あるいはアンケート用紙でご意見をお聞かせいただきたいと、
それを生かして、より良いシステムを作りたいと思っております。ご清聴いただきましてありがとうございました。